ウィリー・ウィルソンはアメリカの元プロ野球選手。アラバマ州、モンゴメリー出身。ウト・リョーダ。ポジションは外野手。1974年、MLB ドラフト一巡目でカンザス式ロイヤルズに入団。1976年9月4日、メジャーデビュー。1979年、レギュラーに定着。83盗塁を記録し、盗塁王を獲得。 1980年は133得点、230アンダーを記録、シルバースラッガー賞を受賞した。また、チームはアリーグ優勝を果たした。1982年は打率、332で首位打者を獲得。MLB オールスターゲームにも初選出された。1983年オフにコカイン所持の容疑で逮捕。11月17日に、 有罪判決を受け、元チームメイトのバイダ・ブルー、ジェリー・マーティンとチームメイトのウィリー・エイキンズと共に、懲役3ヶ月を言い渡された。MLB コミッショナーのボーイ・キューンから1年間の出場停止処分を受けたが、その後に処分が見直されて1984年5月15日に復帰した。1985年21サンドイダーを記録。チームはワールドシリーズを制覇。 1987年、通算500盗塁を達成。1991年、オークランドアスレチックスに移籍。通算2000本安打を達成した。1993年にシカゴカブスに移籍した後、1994年に現役引退。1970年代後半から1980年代前半に、 かけてのジョージ・ブレットと共にカンザス式ロイヤルズの黄金球を支えた球団史上最高のスピードスター。通算668 66盗塁はメジャー歴代12位。ロイヤルズ在籍時の通算612盗塁は球団記録。1979年83盗塁で盗塁王を獲得。 1980年に記録した32回連続投塁成功は2006年に一郎に抜かれるまでアリーグ記録であった。ベースランニングも一流であり5度の最多3塁打を記録1979年にはシーズン5本のランニングホームランという珍記録を残している。また通算13本のランニングホームランは1950年以降のメジャー最多記録である。 翌1980年には705打数と、当時のメジャー市場におけるシーズン最多打数を記録したが、2007年にジミー・ロリンズに塗り替えられた。なお、2004年に一郎が704打数と、あと1に迫った。両者とも支給が非常に少なく、大量の単打を打つ点で共通していると言える。ありがとうございます。